一、守備はどうだった？どうにはいけたのか？ちょっと待ってくれよ。それよりなんであんたがここに？俺には例の記録機械があるからな。しかし本物のドラゴンはすごいや。思い切って町の外に出た甲斐があったぜ。あれ、何の話だっけ？塔の話だよ。結局ウルを超えることはできなかった。地下から行く道が封印されてたんだ。封印？そいつはちょうどよかったぜ。よかっただって一体何がだよ。ああ、悪い悪い。空から塔に行く方法が見つかったんでな。でも、霧みたいなものが邪魔するって。だから、そいつの正体が分かったんだよ。あの霧はメルカバが作ってる。メルカバ？町の言い伝えに出てくる神の車さ。実際は9世紀の防衛装置なんだ。どうやら9世紀にも戦があったらしい。塔をめぐるでかい戦かな。塔をめぐる戦。みんなそんなに力が欲しいのか。とにかくそいつを壊せば霧は消えるぜ。ああ、どこにあるのか調べる方が先だな。え？場所がわからないのか？大丈夫、なんとかなるって。詳しい資料が町のどこかにあるはずなんだ。でなきゃ伝説が残るわけないからな。メルカバの資料なんだけど、新政府のお偉い連中が隠してると思うんだ。まさに宝の持ち腐れってやつだな。メルカバ。なあ、一度ドラゴンに乗せてくれないか？え？でも。頼む、一度でいいんだ。お前の後ろでおとなしくしてるから。やめた方がいいよ。え？なんでだよ。人間二人ぐらい軽いもんだろ。途中で戦いになるかもしれない。あんたを巻き込むわけにはいかないよ。戦い？脅かそったってダメだぜ。ドラゴンがいりゃ怖いものなしだろ。でもまあ今回はやめとこうかな。